で、はい、5万円貯金貯めてて、それでそのお金をいっぱい貯めて犬を飼いたいと思います。その時によって違うワンちゃんを選べるっていうのと、あとは多分自分で飼ってたらずっとプードルちゃんとかずっとチワワちゃんって長い付き合いになると思うんですけども、それぞれ のダックスフンドだったらダックスフンド、トイプードルだったらプードル、チワワだったらチワワ、パピヨンだったらパピヨン、いろんな犬がこう楽しめる、そういうところが魅力かなと思います。飼い主が毎回違う感じになっちゃうので、散歩するストレスとかあるのかなってやっぱり思ったりしますね。もちろん何回も行くっていうことはしませんし、朝の段階とかご飯の食べ具合、それからうんちの状態とか、前日どのくらい頑張っちゃったかっていうところを見ながら、疲れちゃったらもう出さないっていう感じの解消ですよね。それをしています。楽しいですけど、楽しいだけじゃなく結構大変な面の方が多くて、あと数がたくさんいるので、生き物なので、こう丁寧にこう見ないといけないんですけど、こう数がいるとあまり一匹一匹を大事にちょっと見てあげられないところがあるので、その辺がちょっと大変。すいません。
やっぱり普段触れないワンちゃんを触って自分が癒されるっていうのがやっぱ一番いいところだと思います。